はい、えっと、えー、目白ソロ丸さんです私が入ってたあの目白のちょっと特殊な寮に来たんですけれどもあのもう本当に聞いていた通りさら地になっていて門も両脇にあったのが左この片方しかなくなっちゃってたっていうところですなんかしつこくあの写真撮っちゃいましたこれはあの いつもあのなんだろうな駅から歩いてきてこの門を通って入るんですけれども逆側から通ったところなんですけれどもこの右のレンガの門があって本当はこの左のこのなんか後になってますよねここにもう一個同じレンガの門があったんですだからもうこれがこうなんだろうなここから先はもうなんか徳川ヴィレッジなんですねであの寮が左側にバーッとすごい目立ってあったんですけれども あと方もなくなってて、すごい寂しい感じになっちゃってました。もう、ね、帰ることにして、あ、そう、これなんかいきなりお写真変わったなと思ったら、ごめんなさいね。あの、もう、ショックで、あの、まあでももう、鎮山荘に行こうと思ってたので、あの、駅前からバスに乗って、これ、鎮山荘ですね。椿山荘前で降りて、今、椿山荘に近づいて歩いてるところです。 この左側のこの白いのが沈山荘の入り口ですね。こんな感じで、あのー、ここもね、よく来ましたね。母としょっちゅうっていうか結構よく来てました。季節折々で来てました。この左のところにあるのがなんかちょっとしたクリスマス恒例のイルミネーションかな。 こんな感じですなんかちょっといろいろ思い出しちゃって時々暗くなったらごめんなさいね今日なんかファンの方から今声のトーンが暗いって言われたんで <laughs> すごいちょっと気にしちゃったんですけれどもちょっとね今声がねあの出しにくいあのちょっと風邪気味でっていうのもあるんですけれどもやっぱり多分いろんな心情が混じるからかもしれないですねはい椿山荘に きましたこのねやっぱり未だに同じようなツリーですねでも私結構このチンザ椿ンョンのこういうあの温かみのあるね赤とゴールドと緑みたいなこのスタンダードな感じ結構好きなんですね。私のあの生まれ育ったお家にあったクリスマスツリーもこんな感じだったのでちょっと似てるんですね。 なので結構こういうなんかクラシカルなあのスタンダードなのなんか好きです私の子供時代を思い出します。このねあの左さすがにこの左の大きいサイズじゃないけどなんかね家にあったのはこの右側のちょっとちっちゃめのこれぐらいの大きさのはあの私の生まれ育った家にあった気がします。これぐらいあこうーんちょっとねあの普通よりちょっと大きいぐらいな感じで。 あったので、なんかそれを思い出すからかもしれないんですけどもこのクリスマスツリーは好きです。でこの前で母がねそういうい写真、撮った写真があるんですけどすごい可愛いんですね若々しくって可愛くってなのでね、まあ、ずっと怖くて来れないけど来たいみたいな来たいけど行けないあー怖いけど行きたいみたいな感じで。 今日ようやく、あのもう今日でね、クリスマスツリーなくなるかもと思ったら行けました。こんな感じですね。かわいいですよねうん。で、ポインセチアも母が好きなんですね。なので、この足元のところにポインセチアが散りばめられてるっていうか、置かれてるのもなんかすごい可愛いいなって思いました。また、この天井との、あの、ねえ、 雰囲気もいいですねなんかしつこく撮っちゃいましたでもやっぱりねなんか着いた途端私も撮っていただきたいなと思って頼みましたこんな感じで私ですスタッフさんがこうやって撮ってくれましたちょっと着いた途端撮ったので全然髪も直せてないのでうあのちょっとねおでこ全開になっちゃったんですけれども こんな感じで取っていただきました続きます